どうもおめでとうございます。ついにアーマードコア6来ました。これプレミアムコレクターズエディションってやつなんですけど、こいつの開封動画していきます。結構やっぱでかいですね、箱が。ただサイバーパンクの箱よりは多少大きさも、 あれ史上最大の大きさだったんですけど、プレパソコンの脇付けぐらいだったんで、すげえ。これもこれ多分ですね、こっちがコレクターズエディションで、これが多分ね、そのプレミアムコレクターズ専用のフィギュアがあるんですけど、そいつじゃないかと思います。じゃあこれ開けていきます。よろしくお願いします。でけー。というわけで、でかすぎて画角にまともに入んないんですけど、内容物でかく分けると、これとこれが多分ねコレクターズエディションだと思うんですよね。ここちょっと帯がついてるんですけど、アーマードコア6書いてますね。でこれが多分デカフィギュアで、こいつちょっと一番最後にしていきましょうか。これから見ていこう。これはね、内容物のリストの中にアクリルのプレートがある、入ってるみたいなことは書いてあったんで、あーなるほどね。PV とかでもタイトルがボーンって出てきた時のあれですね。あ、なるほど、これ立てれるようになってますね。だからこのアクリルのプレートをこう飾れるっていうんですかね、やつですね。お、めちゃくちゃかっこいいです。これいいですね。どうしよう、これ会社に置こうかな。これめちゃくちゃかっこいい。いいっすね。これを飾れるようになって、こいつ足になって。で、これをまず置いといて、これはね、一応なんか買ったらついてくるんじゃなくて、なんか、特典って書いてますね。予約の特典って書いてますね。予約すればついてくるみたいなやつだったみたいです。予約特典系。で、これが、コレクターズエディションですね。RB23 レイブンって書いてますね。ちょっとこの帯だけ取っちゃいますね。帯には、なんかこう内容物が書いてあるっぽいですね。アートブック、スチールブック、オリジナルステッカー、デジタルサウンドトラックなどが入っていると。うん。通常版のソフトと、このコレクターズエディションってやつと、この、こいつのね、コレクターズエディションにこのフィギュアもついてるでしょ。ロボットもついてるんですけど、そのロボにガレージもついてるっていうのが、プレミアムコレクターズですね。もう普通にその、ガレージがついてるなんて聞いたこと、おーすごい、たまんねー、こりゃ最高。はいはい、まずソフトが、おーいい、これインストールします。今初めて開けてます。おほほー、サウンドトラックですね。サウンドトラックの、曲目も入ってますね。どういう曲が入ってるかみたいな。おー、いいわ。何曲入ってるんですかね、これね。あ、今ちなみにプログダクトコードこう映ってると思うんですけど、私もこれ、動画上げてるときは入力済みなので、入れても無駄なので。ごめんなさい。これ全部、プログダクトコード系も入れた後に動画公開してるので。しめしめバカが、つって入れても、時間の無駄です。はい。これがピンバッジですかね。めちゃくちゃかっこいいな。ちょっと待って、はい、こういう感じですね。これ多分企業ですかね、おそらくね。今回の6に出てくる企業のおそらくピンバッジじゃないかなと思うんですけど、これめっちゃいいですね。バッグとかにつけてもかっこよさそう。非常にいいです。この箱がまたかっこいいですね。毎回俺フロムの限定版大体全部買ってるんですけど、いや今回もいいですね。あー、かっこいい。スチールブック、いいですねこれ。スチールケース、かっこいいわ。デザインが最高っすね。いいな。でこれも多分なんかピックみたいですね、これ。シールの形がね、なんかあんのかな。ギターのピックっぽくないですか。なんか意味があるんですかね。これも多分ゲームの中に出てくる機体に貼るなんかこうシールというか、ステッカーっていうんですかね、あれの概念なのか気になりますね。はい、次はこれは何だろう。あ、これアートブックですね。ちょっとこれ開けてみますね。開けてみました。まあ、ちょっとザザッと見てみましょうか。おー、いい。あ、でもしっかりとした映像ですね。本当にこれだけで短期で売ってるアート本ぐらいかなりしっかりとした作り。おー、いい、いいっすね。毎回ね、フロムのゲームのアートブックは僕全部買ってるんですけど、設定資料本とかは。またそれもおそらく出るでしょうね、ちゃんとね。アーマードコアも過去も出てるので。
4ぐらいからね、結構しっかりとしたアートブックが発売してるんですよね、アーマードコアも。それをちょっと、ああいいね、めちゃくちゃかっこいい。以前はね、川森昌司さんがかなりあのマクロスとかのね、やってらっしゃってるんだけど、6に関してはどの程度ね、関わってらっしゃるのか、全く本当に今回は新規の方なのかもちょっと俺わからないんですけど、楽しみ。次行きましょう。おー、いいわ、アートブックも。あ、キャティショーになってね。これなんだろう。ちょっと出してみますね。これは一体何だい？なぜ？あ、ここは行ってみます。おー、あー、ここにフィギュアが入ってるんだ。なるほど。そっかそっか。あれだよね。コレクターズエディションだとこのフィギュアまでは入ってるので、それがここにもう内容物として全部入ってたんですね。おー、ちょっとこのフィギュア後で、じゃあ何これ残り1個の箱がガレージってこと？やべえな、マジかよ、すげえな。これなんだ、これは一体何でしょう。え、これはこれ何ですか。あ、多分フィギュアの後ろになんかつける、ちょっとシールで固定されてるんでカッターで切りますか。これなんか足場っぽいじゃないですか。だからなんかこう背後にこうつけて機体を置くための 土台なのではというふうに思います。ちょっとこれ置いてみますかね、試しに。開けてみますか。ほら、オープン。おー、すげえ。こんな感じっすね。ガレージですよね、これ。わー、すげえ。この要するに機体がついてて、それを格納するためのこうガレージがこんな感じになるんですよね。この中に入っとるでって話なんですけど、これやべえなー。わー、なんじゃこれ。今までちょっとこんなの買ったことないですよね。出せねえよ。よいしょ、ちょっと待って、一人でこれやるの大変っすね。よいしょ、でかすぎる。おお、すごいぞ、これは。すごい、ちょっと待ってよこれ。でかでっ。おわーおわー、取れた、なんか取れた、ちょっと心配になっちゃう。おわー、でけえ、やばいなこれ。おお、こりゃすごいね。おこれはすごいですね、これ。わかります？これ。これはやばいですね。ちょっとフィギュアセットして、前から撮れる状態にしてみましょうか。すごい。でも、かなり、もう組み上がってる状態ですね。これ、どこについてたやつなんだろう？ちょっと待って、俺わかんないんだけど、これ。抜けてるけど、これどこのやつかわからんと困るんだよ。多分説明書に書いてあるのかなと思うんで、ちょっと見てみますね。多分これ後ではめるやつなんでしょうね、これね。ちょっとじゃあ、つけてみましょう。これ本当にガレージだけの箱だ。その前に機体出すかってことで、機体を出します。うわー、かっけー。これ動くのかな？ちょっと怖い。関節的にはどうなんだろう。あんまり動く系ではなさそうかな？一応こうやって手に付属の銃とかつける、結構ガシッとしてますね。結構こう作りがしっかりしてる。なんかこう動かせるタイプっていうよりはソフビっぽいっていうんですかね、結構こうゴムっぽい感じの素材でできてて、なんかこう耐久性はかなりありそうな感じがしますね。こういう、これも肩とかにつけるやつですかね。これレールガンみたいなのついてますね。こいつは多分ここにつけるんだな。説明書がパッと 見当たらないんだけど、アーマードコアやってるやつだったらどこにつけるか大体わかるみたいな感じですかね。こう肩につけれそうなんですけどね。ちょっと待ってね。これは何だろう。頭かな？違う頭もついてる。ちょっと待って、パーツ出しちゃいますか。よいしょ。ちょ、手のひらも、なんか皿の手のひらありますね。
これも多分肩につけるパーツなのかなって感じがしますけど、なんかねガレージにつけれるアイテムもあるっぽいこと書いてあったんで、これもねなんかここにつけれそうななんかデザインには見えるんですけどね。こんな感じですね。できました。かっこいい。肩にねこうパチッとはめれるようになってましたね。これミサイルランチャーなのかな。こういう感じで、おーかっこいいですね。めちゃくちゃいいですこれ。今までねあのフルムのフィギュアでついてる中では結構できい方じゃないかなと思いますね。マルニアもすごい良かったんですけど、これもすごくかっこいいですね。これがなんかあのどこに機体のどこにつけれるかちょっとわからないんですけど、多分ここだと思うんですよね。ここにパチッて入るのかなって感じなんですけど、入るかな。あ、入りました。こんな感じですね。入りました。うわかっけー。でこれなんかガレージにもつけれるらしいんですよ。なのでちょっとガレージにもセットしてね見たいと思います。これだけでもめっちゃ映えますけどね。これ何の支えもなく普通に立ってられそうな感じがする。今ここ下が絨毯だけど背中のやつがちょっと重い。あ、でもね結構ガシッと立ちますね。余裕で、あの全然下が平らであれば普通に立ちますよ。バランスがすごくいいです。まあ、その分ちょっと自分でこう関節とかそんなに動かせるものではないっぽいんですけど、しっかり立ってくれるんでテレビの近くとかに置いてもかっこいいかもしれないです。ちょっとなかなか外幅取るんでねあれですけどちょっとこれガレージにも置いてみますね。すげえ、マジかよ。どうもどうも、映ってますか。こんにちはうっすら映っちゃってると思うんですけど、これね、あのデトロフっていうあのイケアで売ってるですね、1万円ぐらいで買えるこのスペースが4段あるフィギュア棚で結構有名なのがあるんですよ。安くてデザインもいいよねっていう、そのデトロフにこれバッチリ綺麗にすっぽりです。このガレージ本当にジャストギリギリだから、本当にデトロフに入れるために作られたんじゃないかぐらいすっぽり入ってますね。ここにあの付属のこの環境があるんですけど、環境となんかあの整備アームみたいなやつ、この3つ、これをね、あとあの機体を入れてから後付けで入れて完成させるみたいです。でちょっと入れてみますかね。入れてみました。どうでしょう。こことここに環境をザクって上から差す感じですね。かっけー。でこの銃をですね、一応なんかこっち側の角度からだったら入れられるんですよね。ここにこうなんかセットしてこうやってねセットできるっぽいですね。あれ、こうかな。ちょっと合ってないかもしれないですけど、こんな感じで一応なんかはめれる。でこいつらね、もともと肩についてる武器はどこに置くんだろうな。なんかどっかはめれそうなんですけど、説明書見る感じではなんかはめれるように書いてないんで、ロボットだけで出してるときは、まあ、これブループリントって感じですよね。これだけほらこうやってはめれますよってなってるんで、多分なんかはめられるのかな。はめ方がありそう。うん、いいっすね。でもかっこいいわ。めちゃくちゃいいです。これちょっと角度変えて撮ってみましょう。わー、いいね。めっちゃかっこいい。すごいっすよ。細かいパーツもめっちゃ細かいんでね、めちゃくちゃかっこいいです。このアームがあることでちょっと奥行きが出るのもいいですよね。たまにこの格納庫から出してあのどっか別のところに立たせてあげてもいいな。すごいかっこいいです。これはいい買い物をしました。めちゃくちゃいいです。この1個上の段がね、この格納庫の1つ上の段にソウルの方々がいらっしゃいます。かっこいいでしょ。これもちょっとおまけで、最後のおまけに、あのアーマードコア6の発売に1週間ぐらい前にね、こういうあのムック本が出ていて、エルデンリングの時も出てたんですけど、これなんか多分タペストリーが入ってるっぽいですね。タペストリーとあとこの本が入ってて、この本ですね軽く見たんですけど、まあアーマードコアのね今回のアートワークとかそのねバトルの遊びに関してちょっとこうコツが書いてあって、これちょっとね俺あんまり読んでないんですよ。ちょっとあの本編で体験したいなと。で武器とのデザインとか書いてあったりとかして、こういうね特化型のアセンのやり方、パーツの組み方とか書いてあったりとかして、あとねインタビューとかがある世界観どう作ったよとかで、一番熱いのはこの辺なんですよね。この過去のアーマードコアシリーズのデザインとかが結構内包して入ってるんで、これアーマードコアファンの人ねぜひ
あのこれおすすめですよ。めちゃくちゃいいです。私あの4以降の画集とかはね結構持ってるんですけど、あの初代の時のやつとかってあんま持ってなかったんで、あと最後にポプテピピックの AC 部のねインタビュー載ってます。これあの AC 部の AC がアーマードコアなんですよね、まさかのすごい好きだったみたいで、そのインタビューも載ってますので、ぜひこれもすごい良かったんで見てみてください。でタペストリーちょっと俺も出してなくてめんどくさくてタペストリーは多分俺飾るか分かんない、どんなタペストリーが入ってるかもよく分かってないんだけど、まあなんかこういうねかけて飾れるやつらしい、まあちょっとなんかトイレとかにもしかしたら飾るかも。はい、というわけで今回のね、プレミアムコレクターズエディションの開封こんな感じでした。まだちょっと撮り方とかいろいろすいません、拙い感じで携帯で撮ってるんですけど、見てくれてありがとうございました。じゃあ本編でお会いしましょう。アーマードコア楽しくやっていきます。よろしくお願いします。